道具だったらここにあるわよ。え？コンロに薪、それから人数分の食器まであるわ。会長さんも気が利くわね。もゆ様、いらっしゃってたんですか？ええ、今回の作戦の一部は私が立案してるからね。作戦本部長として帯同させていただくわ。作戦本部長って、自分で勝手に言ってるだけじゃろ。では早速、作戦本部長からミッションを発令するわ。え、いきなりなの？まだ着いたばかりよ。ラン、お腹減った。ご飯、お肉、お菓子。安心なさい。すぐにお腹いっぱいにしてくれるわ。調理班がね。調理班？ええ、最初のミッションはあなたたち全員で力を合わせて美味しい食事を作ることよ。はあ、ミッションなんて言うから何をやらされるのかと。でもミッションを失敗した場合、私たちは美味しくない食事で合宿を開始することになるわね。それはテンション下がるわ。みんな気合い入れて作るよ。もゆ様、さっき調理班とか言ってたけど。ええ、その通り。あなたたちの個人データはこちらで把握してあるわ。それらをもとに私が戦力分析を行い、それぞれの適性に応じたチーム分けをしたってわけ。戦力分析ですか？それじゃ、班の割り振りを発表するわよ。各員、奮起しなさい。芹沢さん、切ったお野菜はこちらに置いておけばいいかしら？はい、ありがとうございます。かなほさん、よろしければ私のことはチカルと呼んでください。あ、そうね、チカルさん。これからしばらく一緒に生活するのですもの。もっと仲良くなっていかないと。でも不思議ですね。それぞれ違うガーデンに所属する私たちがこんな風に一緒になってジャガイモの皮を剥いているなんて。確かに。でも嬉しいです。こんな機会でもなければお近づきになる機会はなかったかもしれませんから。ふむふむ、料理班は和やかな空気ね。やっぱり私の分析は正しかったわね。あ、もゆ様。ああ、ところで約1名、私の想定していないメンバーがいるのだけど。あっち、あっちちちち、ちょっとこのご飯熱くておにぎり握れないんですけど。そういう時はラップと一緒に布巾で包んで握るといいですよ。あとはラップで包んだ後、軍手をつけて握るやり方もあるわね。本当ですか？いいこと聞いたわ。早速やってみましょう。あの子はベッドの準備をお願いしたと思うんだけど、どうしておにぎりを握ってるのかしら？気がついたらお米を炊いておりましたね。サダモリ、おにぎりの具に梅干しは入れないでね。ランは卵焼きがいいな。甘いやつね。増えたわね。申し訳ありません。姫香ちゃん、あかりちゃん、ここは私たちに任せてくれる？腕によりをかけて美味しいご飯作るからね。ランちゃんもカズハちゃんたちのお手伝いしてほしいわ。ほら、食器の準備で忙しそうでしょ。そういうことでしたら。でも姫香、すっごく可愛いおにぎり作れるんですよ。チカル、お菓子も作ってほしいな。あ、それだったらいいもの作ってあげるわ。
ご飯を食べた後のデザートに、ね。デザート？やったね、ランラン。かなほ先輩の作るお菓子、超美味しいよ。期待しかない。ワクワク。なんだか母とこのお料理教室みたいね。もゆ様、いくらなんでもお母さん扱いはひどいです。ごちそうさまでした。美味しかったですね。シェンリンさんたちに作っていただいたカレー。バーベキューのお肉も大変美味でした。シェンリンさんがお料理上手なのは知ってましたけど、カナホ様もチカル様もすっごくお上手ですね。どうもありがとう。でも思ったより時間がかかってしまったわね。もう日が暮れてしまったわ。それは調理準備班のせいでしょ。なかなかコンロの火をつけられなかったんだから。違いますの。私が知っているのはガスで火をつけるものでしたの。炭に火をつけるの難しいんだね。じゃが炭火の方が遠赤外線と近赤外線効果で食材の旨味を閉じ込めることができて美味しくなるからな。あ、そうだ、ランちゃんにおやつを作ってあげる約束してたわね。カナホ様、それマシュマロですか？ええ、マシュマロを串に刺して火で炙るの。そしてそれをチョコと一緒にクラッカーで挟んで。スモはね、懐かしいわ。私とカナホの家族でキャンプに行った時よく食べたわね。ええ、可愛くておしゃれ。私たちも作りましょう。よし、僕はマカロンで挟んでみようっと。ランちゃんは、あら、眠ってしまったのね。いっぱい食べて、いっぱい遊びましたからね。もう食べられない。だから、後で食べる。ランらしい寝言だな。じゃあ、また後で作ってあげるわね。どう？お互いに交流を深められた？うん。萌様の適性に応じたチーム分けというのは微妙じゃったが、仲良くはなれたと思うぞ。失敗を共有してこそ育つ関係性というものもあるのよ。ものは言いようだな、まったく。さて、今日はもう日が暮れたし、ロッジの中に入りましょう。疲れてるだろうし、作戦会議は明日の早朝に行うわ。そうだね。バーベキューで煙臭いし、お風呂に入りたいかな。お風呂、いいですね。この人数では、一人ずつ入浴していたら朝になってしまいますわ。よって、二人一組でまとめて入浴することを提案いたします。はい、決定！リリさんとは、私がご一緒いたします。自分で提案して、自分で決定した。二人ずつで入浴するのはいいんじゃない？確かに一人ずつ入っていたらすごい時間かかっちゃうし。ですわよね。だけど各レギオンのリーダーは先に報告してほしいから、悪いけどお風呂は後回しね。はい、かしこまりました。はい、私も構いません。はい、それじゃあ私も行ってくるね。私はお待ちしておりますわ。リリさんが帰るその日を、いつまでも、いつまでも。それじゃ、私が代わりに一緒に入ってやる。舞様？とても嬉しいのですが、私は。
ほら行くぞ。ちょっとお待ちを。あはははは。以上で一つ屋なぎ隊の報告を終わります。うん、これで3体の報告完了と。私はこれをまとめてガーデンに送っておくわね。ご面倒をおかけします、モイ様。うん、こっちこそ時間を取らせてごめんね。もう戻っていいわよ。戻ったらみんなにチャームの点検をお願いして、部屋割りを決めて、そうだ、明日の準備もしないと。あとは支給された装備品の受け取りですね。二人ともしっかりしてるわね。どこがですか？ああ、いえ、カズハさんはともかく、私はいろいろ抜けてて。私も今のところはなんとかなってますけど、結構失敗は多いんですよね、実は。立派だと思うわ。私も去年、1年生でリーダーを務めたからわかるの。そうだったんですか、カナオ様。でも、カナオ様だったら1年生の頃からしっかりしてそうです。何でもそつなくこなしそう。わかります。カナオ様ってできる女性って感じしますよね。私が頑張れたのは、いつも隣に高根ちゃんがいたからよ。一人だったらプレッシャーに負けてたかもね。高根様、なんだか不思議な方ですよね。カナオ様やレンカ様は一つ年上というのは納得できますけど、高根様はなんというか、もっと大人の雰囲気と言いますか。そんな風に見られてるのね、高根ちゃん。でも一緒に育った私が同い年と言ってるのだから間違いないわ。別に年齢を疑ってるわけでは。でも私より大人に見えているんだとしたら、やっぱり私が頼ってばかりいるのが伝わっているのかもね。カナホ様、高根ちゃんにばかり負担をかけないように私が頑張らなくてはね。これ以上背負わせられないもの。おう、そろそろ私たちもロッジの中に入りましょうか。お風呂に入る順番決まってるかも。そうね。リリ、報告は終わった？お姉様？はい、先ほど終わりました。リリさん、私たちは先に行くわね。はい、ではまた後で。お姉様、もしかして私のことを待っていてくださったんですか？いえ、そういうわけでは。もしお風呂がまだでしたら、私と一緒に入っていただけませんか？そうね、リリがそう言うのなら一緒に入りましょう。本当ですか？ありがとうございます。お姉様と一緒にお風呂だ。今回は特別よ。はい、それじゃあ行きましょう。リリ、そんなに引っ張らないで。さて、集まったわね。これより特型ヒュージ討伐作戦会議を始めるわよ。はい。全員を集めなくてもよかったの？ええ、方向性を決めるだけだからね。まずは戦術理解度が高いであろうメンバーだけでいいわ。なるほど、それで姫香が呼ばれたのですね。可愛くて頭も切れる、それがアイドルリリーですから。ほー、ちょっと何、姫香がここにいるのがおかしいって言うの？え、違います。
ものすごい自信だなと思って。さすがです、姫姫さん。え、今姫香のこと姫姫って呼んだ？はい、そう呼ぶようにおっしゃってましたから。あなたいい人ね。特別にサインを書いてあげるわ。え、姫香ちゃん、それは後でね。今は作戦会議に集中しましょう。はい、カナホ様。ヘルボルからは私とレンカ様が参加させていただきます。おっすおっす、よろしくね。それではまだ解敵したことのないグランエプレの皆さんのために、ざっと特型ヒュージの説明を行うわね。はい、よろしくお願いいたします。事前に渡した資料を見てもらえばわかるけど、それが今回倒すべき特型ヒュージの外見になるわ。画像が2つあるんですけど、2種類のヒュージがいるってことですか？いえ、そのヒュージは形態を変えたの。それも戦闘中に。形態変化？可愛くない。形態変化後は火力が大幅にアップしたらしいの。あー、そうよね。はい、この羽の目玉みたいなところから強力なビームが。攻撃力だけじゃないよ、防御の方もやたら硬くて攻撃が通じなくてね。そうなると通常の手段で倒すのは難しいですね。一つだけ手があるとすれば。ノインベルト戦術ですね。はい、ですが前回は大量のヒュージに囲まれてノインベルト戦術を展開することができなかったんです。申し訳ありません、その役目は私たちヘルボルが請け負っていたのに。あの状況では仕方ありませんわ。見通しの悪い戦場に密集したヒュージ、最悪の環境でしたから。だけど戦略自体は悪くないと思うの。前回は手数と順番に問題があったのよ。順番ですか？そうよ、前回の課題を踏まえ新しく私が考えた案がこれ。サンレギオンによるウェーブ、つまり波状攻撃ね。まずはサポートチームによる遠距離射撃で周囲のヒュージを撃滅する。これは数を削るのではなく文字通り殲滅するだけの火力が必要よ。殲滅。このサポートチームを担当するのは以下のリリーよ。ヘルボルから飯島蓮華、二十日の陽、芹沢チカル。グランエプレから貞森姫香、丹波あかり、トキクレハ。そして一つ柳隊からワン・ユージア、クオ・シェンリン、二川ふみ。チームリーダーはとりあえず蓮華さんにお任せするわ。オッケー、みんなよろしく。ここからは私が説明を。サポートチームはヒュージの索敵に成功した段階でユージアさん、あかりさんによるレアスキル天の計り目を展開。ヒュージたちの正確な位置を割り出してもらいます。なんとか私がコントロールするわ。次にユージアさんとチカル様を中心とした精密射撃を実行。その際シェンリンさんやクレハさんのレアスキルで能力の底上げを行う。テスタメントですね。他者のレアスキルの効果範囲を広げる能力。理論上これだけの火力を集中させれば通常のラージ級程度なら十分に殲滅が可能だとシミュレートできたわ。レンカ様お願いします。まあ任せときなさいって。ヒュージの殲滅を確認したら次はアタックチームの出番ですわ。アタックチームはグランエプレのコン・カナホ、宮川・高根、そしてヘルボルからは
相沢和葉、佐々木蘭。アタックチームのリーダーはカナホ様にお願いいたします。はい、受けたまわりました。あれ、私や楓さんの名前がなかったけど。私たちは最後の要、ノインベルトチームですわ。あ、そうでした。サポートチームで仕事を終えたシェンリンさんたちを合流させて、一つ柳隊9人によるノインベルト戦術を展開いたします。それまでユユたちはリザーブってことで、いつでも動けるようにして手薄なところをカバーしてちょうだい。了解したわ。サポート、アタック、ノインベルト戦術、この3つの波で特型ヒュージを完膚なきまでに叩き潰しますわ。すごい。前回もすごかったけど、今回は何人だろう。19人による波状攻撃ね。うわぁ、そんなに。しかも各レギオンの精鋭が集まって、そんな中に私が。うわ、気が遠くなってきました。以上が現状を考えうる私の最適解よ。もっとも特型ヒュージの全データがあるわけじゃないから、不測の事態が起きる可能性は高い。いえ、確実に起きるわね。どうして嬉しそうなんですか。でもやるしかありませんよね。あの特型ヒュージを倒せるのは私たちだけなんです。そうね、私たちがあいつを倒せばこれ以上犠牲は増えない。やるしかないですね。やりましょう。私たちの力を結集して一つの大きな力に。